レオニード・ビクトロビチ・スルツキーは、ロシアの元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは GK。メディアによっては、レオニード・スルツキーの表記も見られる。ロシアのモーリーニョとも呼ばれる。現在は、ロシアサッカープレミアリーグ FC ルビン火山の監督を務めている。6歳の時に父親を亡くし、母親の生活を助けるためプロサッカー選手の道へ、進む。 19歳の時に友人の猫を助けた際に木から落下し左膝を粉砕骨折。この怪我によって選手生活を終えた。現役引退後は指導者になることを目指し、ボルゴグラード国立体育大学に入学。さらに、同大学院に進み主席で卒業する。2004年より FC モスクワのリサーブチームを指導し、翌2005年にトップチームの監督に就任。 2007年には、クラブ史上最高の4位に導いた。2008年から翌年までは、クリリア・ソベトフ・サマーラを指揮した。2009年10月26日、シーズン途中に、ファンデラモスの後任としてチェスカ・モスクワの監督に就任。周囲の期待以上の手腕を発揮して、チームを立て直すと、リーグ戦を思いで u e f a ヨーロッパリーグ出場権を獲得。 チャンピオンズリーグでも準々決勝まで勝ち進み、ロシアリーグ所属チーム史上初のベスト8進出。しかし、ジョゼモーリーニを率いるインテルの前に敗退した。2010から11シーズンは、リーグ戦を2位で o ー c l の出場権を確保。L のグループリーグは6試合で、勝ち点16、得点18、失点3、得失点差プラス15という圧倒的な強さで突破。 ギリシャのパッチテッサロ2機を倒してベスト16に駒を進めたがその年のヨーロッパリーグ王者になる FC ポルトの前にホームアウェー合計1から3で敗れたロシアカップでは前年の2冠王者ゼニトサンクトペテルブルク同じモスクワを本拠地とするスパルタクモスクワを破って決勝進出2011年5月22日に行われた決勝戦では アラニアウラジカフカス鬼の位置で破り、監督として初のタイトルを獲得した。就任3年目の2011から12シーズンは、イゴール・アキン・フェイフ、ホンダ・ケイスケ、トマー・シュネチド、マルク・ゴンサレスら主力の不勝離脱に苦しむ。リーグ戦は、ゼニト、スパルタク・モスクワに次ぐ3位。CL は最下位で迎えた、グループステージ最終節の、 インテルナツヨナアレミラノ戦では1-2で勝利を収め、逆転で2期ぶりとなる、決勝トーナメント進出を果たしたが、モーリーニョ監督のレアル・マドリーに敗れベスト16に、終わった。シーズン終了後には辞表を提出したが、会長の遺留を受け続等が決まった。12、13シーズンはエースであった、ドゥンビアの怪我による、長期離脱があったが、ホンダやムサ、 新戦力のエルムの活躍によりリーグ優勝、ロシアカップ優勝、ロシアスーパーカップ優勝の三冠を飾った。フリーだったホンダを獲得したが、間もなく5連敗の責任を取る形で辞任した。2015年8月、ファビオ・カペットの後任としてチェスカ・モスクワ監督と、兼任で、ロシア代表監督に就任した。監督就任後、ロシアは、UEFA ユーロ2016予選。 グループ G で4連勝を飾り、2位で本大会出場権を獲得した。ありがとうございます。